少し前の動画で薪ストーブの煙突を太いものに交換している作業をご紹介しました。交換自体はねうまくいったんですが、取り外したこれまで使っていたこの細い方の煙突、これね3本ジョイントしてあるんですが全然抜けなくて困ってるんですよね。叩いてみたりねいろんなことをしてみたんですけども全然抜けません。抜くのを一旦諦めてちょっとねここに置きっぱなしにしてあるんですね。ファクトリー9、これは何をしているかと言いますと、この左にあるのは細い枝なんですけどもね、これを燃やして消し炭を作っています。消し炭は畑の肥料に使えるのでね、畑を耕す際に消し炭を混ぜるとですね、土壌の通気性が良くなったり保水性が良くなったりするらしいですね。それから消し炭は多孔質なんで、その穴の中にねバクテリアが住み着くらしいんですよね。そのバクテリアも土にいい働きをしてくれるっていうことなんですね。それでこの燃やしてる枝はですね、この梅の木の枝で徒長枝といって、真上にどんどん伸びていく枝がたくさん伸びるんですね。これは毎年ほとんど全部切っているんですが、また今年もこんなに出ています。また切らないといけません。ということでね、切った梅の枝を消し炭にするために燃やしてるんですが、ただ燃やすだけだとね、この燃やした熱がもったいないなと思い始めまして、それでね思いつきました。あの抜けない煙突、きっとタールでねこびりついて抜けなくなってるんで、この熱でタールを溶かせば抜けるんじゃないかなと思ったんですね。ちょっと炙ってみたいと思います。どうやらねタールが熱せられて煙が出てきましたね。このタールを全部焼き切っちゃった方がいいかもしれませんね。梅の枝はこんなにたくさんあるんで、煙突もねじっくり焼いていこうと思います。煙突もだいぶねじっくり焼いたんで、これで抜けるんじゃないかなとは思うんですが、今気がついたんですけどもね、熱くて持てないんですよね。なのでこの丸太に引っ掛けてね引っ張れば抜けるんじゃないかなと思ってやってみます。あれ抜けないですね。またね引っ張るのってね結構力が入らないんですよね。これはね焼きが足りないんだと思います。やっぱりねタールを完全に焼き切らないとダメですね。火がね全部置き火になっちゃったんで、また枝を足して火力を上げたいと思います。枝はねこんなにたくさんあるんでね、どんどん燃やしたいと思います。念のため言っておきたいと思いますが、これはいわゆる野焼きとは違って農作業のための焚き火っていうことなんでね、法律的にも許されている範囲内だと思います。田舎なんでね近所迷惑にもなりませんしね、近くに水を置いて目を離さないようにして燃やしています。さあ火が強くなったんで煙突をもう一回焼いてみたいと思います。またどんどん煙が出てきました。中のタールが燃えていると思います。
煙が少し収まってきたので、そろそろねタールは燃え尽きたんじゃないかなと思うんですが、ここでねちょっと木槌で軽く叩いてみたいと思います。なんとなくね抜けそうな感じがしてきたんで火から離しています。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ジョイントの隙間からねすすがたくさん出てきました。お、外れたかな。はい、やりましたね、抜けました。まあね、これぐらい焼いてやらないと抜けないほどタールが溜まってたんですね。あと1球。同じようにね、もう1箇所抜きたいと思います。タールが燃えているようで煙がバンバン出てますね。ちょっと叩いてみようと思います。取れませんね。やっぱり煙が出ている間はタールがまだ残っているってことなんですね。タールを焼き切るためにもう一回焼きます。あと1球。煙が出なくなってきたので叩いてみたいと思います。まんべんなく叩いてタールが炭になった部分を落としてやるっていうイメージですね。はい、2箇所目が抜けました。あと1球。はい、次にねここの L 字になっている部分なんですが、ここがねもしかしたら一番タールが多いんじゃないかなと思うんですね。煙突が屋内から水平に外に出て外気で冷やされる一番最初のところなんでね、多分ここに一番タールがつきやすいんだと思うんですよね。火が弱くなってきちゃったんで火力を上げます。かなり強い火で焼いたんでもう取れると思うんですけどもね。ちょっと叩きすぎたのか、もともと傷んでたのか、ここがね小さい穴がねたくさん開いています。どちらにしろこの部材はもうね使えそうにないので諦めようと思います。まあね10年使ったんでね、まあしょうがないでしょうね。あと1球。火の方は置き火になった状態で水をかけてしまいます。ほっとくと灰になっちゃいますんでね、一度水をかけてもまた燃え始めることもあるんで、何回かに分けてたっぷり水をかけます。畑の土に混ぜるための消し炭なんで水に濡れても何の問題もありません。あと1球。できた消し炭を畑に撒いて耕そうと思います。さっきの梅の枝を置いておいたところなんですけどもね、太い枝は燃やして消し炭にしたんですが、細かい枝なんかは結構ね分解が進んで下の方の土はふわふわになっていて腐葉土のような感じになっていました。この腐葉土もねさっきの畑に混ぜたいと思います。
腐葉土を取り出して穴が開いたので、太すぎて消し積みにもできなかったような枝を小さく切って土に埋めようと思います。この太い木が腐って腐葉土になるのはちょっと時間がかかるんですが、この腐葉土になる途中の細かい枝ですね、こういうのを一緒に混ぜておくと腐朽菌が繁殖しやすいんでね、このまま放っておいても多分1年ぐらいすればね、ちゃんと腐葉土になると思うんですね。そうしたらまた畑で使おうと思います。腐葉土を畑の土とよく混ぜます。少しだけ野菜の苗を買ってきてあるので、植えられるように小さい畝を立てています。化成肥料を少しだけ撒いて穴を掘って植えるんですが、この小さいクワのようなね、この道具、沖縄に行った時に金物屋さんで買ってきたんですけども、僕はねこれに柄をつけて小さいクワとして使うんだなと思ったんですが、こんな風にね、こういう風に使うのかなと思ったんですが、沖縄の方は草取りをする時にこういう風に使うそうなんですよね。ところ変われば道具もね、いろいろ変わりますね。沖縄ではこれをヘラと呼ぶそうです。野菜の苗はですね、どうせ自分で育てるんだったら売ってない野菜の方が面白いかなと思って、こんな風にね、スティックセニョール、ロメインレタス、ターサイ、この3種類を植えました。ということでね、今回は畑に撒くための消し積みを作ったんですが、ちょうどね、あの抜けなかった煙突、あの煙突を焼いて抜くことができたんで、一石二鳥って感じでしたね。まあこんなことはね、田舎の方に住んでるからできることですよね。薪ストーブも薪集めもチェーンソーも田舎だからこそできる楽しみなのかもしれません。それから畑、家庭菜園ですね。実は畑はね、ずっとやってたんですが、ここ1年ぐらいね、休んでたんですね。久しぶりに耕運機で耕したんで、もう少ししたらね、玉ねぎを植えようかなと思っています。今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いしたいと思います。